先日、とあるこじんまりとした旅館に泊まった。少し不便なところにあるので、訪れる人も少なく、静かなのが気に入った。スタッフは気が利くし、庭も綺麗で部屋も清潔。文句なしの有料旅館だ。山の中にあるため、夜遊びする場所もなく、日付が変わる頃には、旅館の中は静まり返っていた。早めに床に着いた俺は、夜中の2時過ぎくらいかな。なぜか目が覚めてしまった。その後寝つけないので、静まり返った館内を探検してみようか、なんて思いついた。部屋のドアを開けると、廊下は電気が消えていて真っ暗だった。非常口を示す緑の明かりだけが寒々しく廊下を照らしている。旅館にしては不自然だが、省エネかな、大変だな、などとバカなことを考えながら、俺は肝試し気分で探検をしていた。突然、目の前で人が動いた気がして、俺は目を凝らした。窓から入ってくる月明かりの中、客室のドアの前で何かをしている旅館スタッフのおじさんがぼんやりと見えた。カチャカチャという小さな金属音が聞こえたので、まさか盗みに入るつもりか?と思って、俺は隠れて様子を伺っていた。だが彼はドアを開けようとしていたのではなかった。ドアに南京錠をかけていたのだ。俺はまずいものを見た気がして、物陰に身を潜めてじっとしていた。鍵をかけ終わったのか、おじさんがこちらに歩いてくる。この先にあるのは俺の部屋だ。彼は俺を閉じ込めるつもりなんだ。体がこわばった。何かわからないが危険だ。絶対見つかってはいけない。そう思って必死で息を殺していたが、俺の横を通り過ぎた時、おじさんはあっさり俺を見つけてしまった。おじさんはひどく狼狽しながら腕時計を見て、仕方ないな、一緒に来てください。と言って、俺を無理やり立たせて、どこかに引っ張って行こうとした。逃げようにも、すぐに何人ものスタッフが来て、俺を取り囲み、その中の一人が持っていたバカでかいチャッカマみたいなものを向けながら、無事でいたければ、絶対声を上げないでください。というので、俺はおとなしく彼らについていくしかなかった。連れて行かれたのは宴会場だった。電気の消えた暗い旅館の中で、そこだけは電気が全部ついていて明るかった。旅館の人や地元の住民っぽい大人がたくさんいて、さらにテーブルの上には郷土料理みたいなものがたくさん並んでいて、いつでも宴会が始められるようにスタンバイしてあった。適当な席に座らされると、40代ぐらいのおばさんが俺の前に来て、運が悪かったね。心を落ち着けていれば大丈夫だから、頑張ろうね。などと、しきりに俺を元気づけてくれた。やがて、こわもてのおじさんが俺の横に座り、強い口調で言った。宴会始まったらな、楽しく飲み食いするんだぞ。そりゃあもう楽しげにな。そのうち新しい客が来るけど、その人のことは気にするな。気にしてしまいそうなら、その人のことは絶対見るんじゃない。ただし、目をそらすなら不自然にならないようにな。決して楽しそうな雰囲気は壊すな。年に一度必ずお迎えしなくちゃいけない相手だからな。絶対に無礼を働くなよ。やがて宴会が始まった。おばさんたちが気を使って料理をよそってくれたり、ビールをついでくれたりしたが、俺は
料理を箸でつつくのが精一杯だった。みんな表面上は楽しそうにしているが、何かに怯えているのは明らかだった。こんな時間に目なんか覚まさなければ、と自分を責めているうち、突然部屋の温度が下がったように感じた。暗い廊下の向こうから、ピタ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 、という足音がゆっくりと近づいてくる。旅館の人たちは気づかないふりでもしているのか、それまで以上に楽しそうに騒いだり、料理を食べたりしている。下手に喋るとやぶへびな気がして、俺は美味しい料理に熱中しているふりをした。やがて足音が変わった。木の廊下から畳張りの宴会場に上がってきたのだ。料理ばかり見つめている俺の視界の隅を二本の足が通り過ぎた気がした。黒いというよりも暗いという表現が合うおかしな存在感の足だった。子供か女の足のように細いがひどく重さを感じる足だった。それは横長のテーブルをぐるりと迂回し、俺の斜め向かいにやってきて座布団に腰を下ろした。皿の上の料理をつつきながら悲鳴を上げそうになるのを一生懸命こらえているうち、不意に重苦しい冷たい空気が消えたので、俺は思わず顔を上げた。周りには先ほどまでの作り笑顔をやめて、ほっとした表情のみんなの顔。終わったよ、と隣の席にいたおばさんに言われ、俺の体から一気に力が抜けていった。その後、恐ろしい体験を共有した者同士の本当の宴会が始まった。さっきまで味が全然わからなかった料理を美味しくいただいて、酒を飲み交わして、その場にいたすべての人と妙な連帯感を共有した。部屋にかけていた南京錠もすべて回収したようで、おそらく宿泊客の中に閉じ込められていたことに気づいた人はいないだろう。気がつくと夜も明けかかっていて、俺は部屋に戻って寝直した。目が覚めた時にはもう日は高く昇っていて、部屋の外はなんてことない普通の旅館に戻っていた。予定時間よりも少し遅れてチェックアウトしたのだが、あんたはもう仲間だよ。またいつでも来てね。と旅館の人が総出で見送ってくれた。みんな名残惜しそうにしてくれたし、俺もこの人たちと離れるのは悲しかった。もう彼らは俺の友人になっていた。あの出来事のせいで、すごく強い絆が生まれたのがわかるんだ。ただ、そうであっても、俺があの旅館に行くことは、もう二度とないだろう。あれは、俺が小学5年生の時だった。俺の家族はその時、アパートの3階に住んでいたんだ。ある時、上に住んでいた4階の住人が引っ越した。夜中とか、結構ドタバタうるさい部屋だったので、正直、ラッキーと思っていた。次の日、弟が、俺をその4階の部屋の前まで引っ張ってきて、いいもの見せてあげるよ、と言った。ほら、ここの家、鍵が閉まってないんだぜ。本当だ。きっと、住人が出て行く時に閉め忘れて、大家さんもチェックをするのを忘れたまま、帰ってしまったんだろう。もちろん家具などは運び出されてしまっていて、もう何もないが、自分の家と全く同じ家具のない部屋の中にいると、不思議とワクワクしてくる。
俺たちはその部屋を秘密基地にすることに決めた。友達にだって内緒だ。それから多分3日ぐらい経ったと思う。予想外に学校が早く終わった俺は、家の鍵を忘れて出かけてきてしまったことに気がついた。母さんは仕事だし、弟はサッカークラブで、夕方まで帰らないだろう。困ったな。どこで時間潰そうか。突如、俺の頭に明暗がひらめいた。あの部屋の中で待っておけばいいじゃないか。この間、弟とあそこで遊んだ時、トランプやいくつかのおもちゃを置いたまま出てきたはずだ。それで遊びながら弟の帰宅を待てばいいだろう。そんなことを考えながら、俺は勝手知ったる人の家でドアを開けた。え？何これ？その部屋にはちゃんと家具が置いてあった。誰かがまた引っ越してきたんだ、と思い込んだ俺は慌ててドアを閉めた。しかし、怖いもの見たさで細くドアを開けた俺は不思議なことに気がついた。この家具の並べ方、部屋の雰囲気、なぜか懐かしい。部屋に上がってシールをベタベタ貼り付けた冷蔵庫を見て、ついに理解した。ここは4年、5年、もっと前かもしれないが、俺の家なのだ。なぜ4階の部屋に入ったはずなのに、4年前の俺の家になっているのか。さっぱりわからなかったが、ただただ懐かしさで、ふらふらと家の奥に入っていった。ああ、このテレビ使ってたな。俺の机小せえな。この電話も。電話に触ろうとした瞬間、ジリリ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 と、いきなり電話が鳴り出した。とっさに取ろうとしたが、ふと手が凍りついた。4年前の俺の家には、小学5年生の俺はいないはずだ。だから俺は、この電話を取ってはいけない。そう思うと、この異空間が急に恐ろしくなってきて、鳴り続ける電話を尻目に、一目散に逃げ出した。その数時間後、帰ってきた弟と一緒に、この部屋に入ってみたが、4年前の家なんてあるはずもなく、少し薄暗い家具のない部屋が広がっていた。ただ、押し入れの中に隠してあったトランプやおもちゃは見つからずじまいだった。今でもふとこの体験を思い出すと考えることがある。もしあの時、俺が電話を取っていたらどうなっていたのだろう。くだらない妄想かもしれないが、あちらの世界は意外と常に甘い餌を用意して、こちらの人間を狙っているのかもしれない。しかし、話は変わるが、成長した俺は今は受験生で、今、最も勉強が辛い時期だ。今あの部屋の電話が鳴れば、俺はその受話器を取ってしまうかもしれない。俺がまだ小学生だった時のこと。その頃、俺は東北地方のど田舎の村に住んでいた。米どころで、家の前には広大な水田が広がり、そこに水を引く水路が流れるサラサラという音が心地いい場所だった。そんな俺の家から、車で5分ほどのところに墓地がある。ここら一帯の農家の先祖代々の墓が立ち並ぶその墓地は山の中腹にあって、木々が鬱蒼と茂り、昼間でも暗い場所だった。俺が生まれた頃にはさすがになかったが、昔は土葬が普通だったと聞かされたことがある。
そんなこともあって、いくら冒険大好きな田舎のガキたちも、進んで墓場に近づくことはしなかった。ある夏、東京に住んでいた同い年のいとこが、盆休みに俺の家に泊まりに来た。いとこのする東京の話は興味深くて、俺は熱心に耳を傾け、またその見返りとして、でかいカブトムシやクワガタが取れる場所を教えてやったりして、楽しく過ごしていた。親戚一同で墓参りにも行った。都会の綺麗に整備された墓地とは違う、おどろおどろしい雰囲気に、いとこは興味を惹かれたらしく、目をキラキラさせて俺に、ゆうちゃん、ここなんか幽霊出そうですげえよな、などと言って、おばさんに不謹慎だとげんこつを食らったりしていた。その日の夜のこと、縁側でばあちゃんの作ってくれた氷ぜんざいを食っているとき、いとこが不意に、墓場に肝試しに行こうぜ、と言い出した。俺は、やめとこうよ、出ないとまたおばちゃんに叱られるぞ、となだめたのだが、田舎という非日常空間に放り込まれて、テンションの上がったいとこは、なかなか聞き入れない。しまいには、ゆうちゃんだって、どうせこっちの友達と肝試ししたりしてるんだろ？俺もやりたい。カブトムシのいるところだって教えてくれたんだから、いいじゃんか、などと言い出す始末。引くに引けなくなった俺は、友達何人かに電話をして声をかけてみた。すると、妙な具合に、東京門に田舎の凄さを教えてやるぜ、と意気込む奴が二人も連れてしまって、肝試しの開催があっさり決定した。めいめい懐中電灯を手に、うちの玄関に集合して、墓場へと出発した。車では5分の距離でも、子供の足で歩けば、それなりに時間はかかる。その道中は、東京のテレビ番組の話をいとこにねだったりして、楽しく喋っていたのだが、墓場が近づくにつれて、だんだん無言になってしまった。集落から山の方に入っていく、未舗装の小道へ折れた時には、完全に喋る気力が失せていた。虫やカエルの声が嫌に響いて聞こえる。暗い。怖い。しかし、ここまで来て、やっぱり怖いから帰ろう、なんてへたれたことは口が裂けても言えない。覚悟を決めた小学生4人組は、虚勢を張りつつ、小道をずんずん進んでいった。そしてついに墓場に到着。その日はよく晴れて、来る途中は満天の星が瞬いていたのが、ここでは木々に遮られて一つも見えない。まさに真っ暗闇だ。風もあまり届かず、油汗と冷や汗が相まって、なんとも気持ちが悪い。俺は全力で帰りたかった。しばらく4人無言でいたが、なけなしの勇気を振り絞り、とりあえず墓場を一周してみることにした。墓場は結構広くて、しかも山の斜面にあるので、傾斜がきつく歩きにくい。しかも、土葬時代の名残なのか、墓石がなく土盛りの後ろに外おばを建てただけの最強に気味悪い墓も結構ある。あの土をかき分けて、ボロボロに腐った腕が覗いたらどうしよう、という想像が俺の頭の中を駆け巡る。
怖い、怖い、怖い。しかし、想像に反して、墓場は沈黙を保ったままだった。10分ほどの恐怖の行軍を終えて、墓場の入り口に戻ってきた俺たちは、大したことないぜ、拍子抜けだな、などと心にもない虚勢を張りながら笑い合った。肝試しも終わったし、帰ろうぜ。友達の言葉に全員がうなずき、墓場に背を向けて歩き出した。その時だった。不意に背筋が泡立った。強烈な寒気が背骨のあたりから手足の先へとゆっくり広がってくる。指先がピリピリと痺れる。吹き出た汗がぬめる。膝が震え出す。俺は懐中電灯を取り落としそうになった。何かが見ている。なぜかわからないが、そう確信した。叫び出しそうになったが、喉が干上がって声が出ない。振り返ったいとこが、どうしたの？と俺に声をかける。何も感じないのだろうか。何でもない。声が出ない代わりに、なんとか首を振って答え、俺はギクシャクと三人の後に続いた。視線は背中に張り付いたままだ。お願いです。ごめんなさい。見逃してください。助けて、助けて、助けて。正体のわからない誰かに心の中で謝り続けながら、俺は必死で歩き続けた。視線がやっと外れたのを感じたのは、小道の出口を曲がった時だった。がっくりと力が抜け、俺は滝のように汗を流しながら、ぜーぜーとあえいだ。いとこや友達は最後まで何も感じなかったようで、不思議そうに俺を見ていた。家に帰ると、ちょうど親父が風呂に入っていたので、着替えもタオルもないまま風呂場に直行して一緒に入った。親父は一緒に風呂に入るのは久々だと、のんきに喜んでいたが、その夜はとにかく一人になりたくなかったのだ。眠る時も自分の部屋にいとこを呼んで寝た。あくる日、俺といとこは家族のバタバタという慌てた足音で目を覚ました。眠い目をこすりながら部屋を出て、母親に訳を尋ねると、近所に一人で住んでいた男が自殺しているのが見つかったという。自殺ってどこで？恐る恐る尋ねた俺に、母親は顔を曇らせ、声を低くして言った。昨日の夜、ご両親のお墓の横の木で首を吊ったんだって。現場は昨日行った墓場だった。俺は泣き叫んだ上に吐いた。いとこは自分の親の部屋に駆け込んで号泣した。当然後で事情を聞かれて、二人揃ってとんでもなく怒られた。後で知ったことだが、その男はこの村に住んでいたある夫婦の息子で、東京の会社に就職して出て行ったが、慣れない都会暮らしがうまくいかず、仕事も行き詰まったため、精神的に不安定になり、会社を辞めて村に帰ってきていた。しかし、年老いた両親は、ほどなくして亡くなってしまった。近所の助け合いがよくある地域ではあったが、男は家に引きこもって、周囲と交流を持つこともなく、ますます孤独になっていったという。そして昨日、盆に両親の弔いを終えた男は、ついに孤独に耐えかねて、自らの命を絶ったそうだ。
この件があって、いとこの一家は東京に帰る日程を早めることになり、翌日の朝早く出発していった。残された俺や友達二人は、しばらくの間、男のたたりを本気で恐れていたが、小学校を卒業し、引っ越して現在に至るまで、ついに何も起こることはなかった。今後もどうかそうであってほしい。だが、今にして思うことが一つある。あの時、俺が感じた視線が、すでに死んだ人間からのものであった場合と、すべてに絶望し、これから死を選ぼうとする、その時はまだ生きていた人間のものであった場合、どちらの方が本当に恐ろしいだろう、と。大学4年生の11月、A の就職がようやく決まった。本人は小さな会社だと言っていたが、内定をもらえたことに変わりはないし、晴れて仲間内全員の進路が決まったことで、1月にみんなで旅に行く運びとなった。旅の発案をしたのは A だった。レンタカーを借りて、東京から日本海側を北上し、青森を目指す計画だ。当時、運転免許を持っていた僕と C が交代で運転をする代わりに、A と B と D がレンタカー代とガソリン代を払うということで話が折り合った。僕を含めて5人の旅だった。僕たち5人は大学のサークルで知り合った仲だ。僕と C は同じ学部で同じゼミを専攻していたが、A と B と D は別の学部に通っていた。旅の2週間ほど前に奇妙な出来事があった。宿の手配や旅の詳細な計画が概ね完了した矢先だった。B と全く連絡が取れなくなってしまったのだ。電話をしてもつながらないし、家に行っても B は留守だった。B と仲が良かった別の友人にも連絡をしてみたが、B の所在はわからなかった。出発の5日前、最後の打ち合わせをするため集合した。依然として B とは連絡が取れないままだった。さらに A と D の様子もおかしかった。打ち合わせの結果、3日前になっても B と連絡が取れなかったら旅を中止することに決まった。確かに個人的にも B がいなければ旅をする意味が半減してしまう気はしていたし、何よりも心配だったので、このまま B が来なければ中止、という意見に文句はなかった。しかし、A と D が異常なほどに旅は中止だ中止だと強く言っていたことが気がかりだった。帰り道、僕は仲間内でも特に仲が良い C と個別に話をした。無論 B のことと打ち合わせの時の A と D の挙動についてだ。僕も C も同じことを考えていた。B の身に何かあったのではないかということと、そのことに A と D が何か絡んでいるのではないか、ということだった。その日のうちに僕と C は B の家に行くことにした。相変わらず B は家にいないようだった。諦めずに隣の部屋の住人に聞いてみると、B のことは知らなかったが、
大家さんの連絡先を教えてくれた。早速電話し、事情を話そうとしたが、大家さんからの一言に絶句した。B さんという方は知りませんが、この家に住んでいた人は一ヶ月前に引っ越されましたよ。住んでいた人の名前も確認したが、B ではなかった。無論、A と D にはこのことは話さなかった。出発の3日前が来た。結局、B とは連絡が取れなかったので、予約した宿にキャンセルの電話をした。3日前にキャンセルすること自体が申し訳ない気持ちだったので、少しでも早い方が良いのではと思い、朝一番で電話をしたのだ。すると、泊まるはずだった3つの宿は、すべてすでにキャンセルされていた。詳しく話を聞くと、一週間前、B と名乗る男からキャンセルの電話が来た、とのことだった。僕は、そのキャンセルをした男は B じゃないと思った。直感だが、A か D のどちらかだ、そう思った。旅館の人には念のため、僕が今日電話をしたことは黙っていてほしいとお願いをしておいた。その後、すぐに C に連絡をして、急遽会うことにした。合流した途端、C は言った。このことは A と D には言わない方がいい。僕も同意見だった。キャンセルの電話をこちらですると、釜をかけてみよう。C はそう続けた。A に電話をして、3日前になったから、キャンセルの電話を入れる旨を伝えると、案の定、キャンセルの電話は俺がする、と言ってきた。僕は冷静を装いながら、3件あるから分担しようという案を出したが、拒否をされた。この日のやりとりで、A と D が B の失踪に絡んでいることはほぼ間違いないと睨んだ。僕は A と D に状況を話して問いただそうと言ったが、C はもう少しだけ時間が欲しいと言った。どうやら個人的に A と D について調べるつもりらしい。僕はあまり気が乗らなかったが、B については本当に心配だったので、大学に訳を話して、B の実家の連絡先を聞くことにした。冬季休暇中の大学は人が少なく、窓口にも誰一人並んでいなかった。窓口の人に理由を話すと調べてくれたが、A も B もD も、僕が通う大学には在籍していなかった。B は偽名の可能性があったが、大家さんから聞いた名前でも在籍がなかった。もう三人の名前が本名なのかさえ信用できなかった。出発日だった日の前日、A から連絡が来た。B が戻ってきたと言うのだ。その後、2週間ぶりに5人が揃った。最初は A の家でと言われたが、そこには行ってはいけない気がした。そのため、適当な理由をつけて街中のファミレスで落ち合うことにした。ファミレスに現れた B は B ではなかった。B に似ているわけでもなく、完全に別人だった。正直、僕は冷静を保ててはいなかっただろうし、鳥肌が引かなかった。見た目は普通の人間だが、その顔からはおぞましさを感じた。僕と C は、これは B じゃないと言い続けたが、
A と D は B だという。その間、B と名乗る別人は、僕と C のことを交互に見続けた。聞いてもいないのに、失踪の経緯を説明し始め、B は今日まで泊まり込みでバイトをしていたという。そして、そのバイトは期間中に外部と連絡を取ってはいけない仕事だった、と話していた。事前によく説明を聞いていなかったため、そのまま連絡が取れなかった、というのが言い分だった。さらに B は続けていった。明日からの旅行は行ける？ B の顔がさらにおぞましく見えた。説明するように A が言った。実は宿はキャンセルしなかったんだ。だから旅は決行できる。すでに宿がキャンセルされていることを知っているということはバレていないようだった。あるいはバレていてもよかったのかもしれない。僕は混乱していた。3日前に旅は中止って決まっただろ。だから俺とこいつは別の予定を入れてしまったよ。C が言った。散々引き止められ、断ることに時間を要した。その間、今すぐにでも逃げ出したかったが、大学はおろか、住所も知られているため、穏便に進める必要があった。C のおかげで、僕も冷静さを取り戻し、なんとかその日は解散となった。解散となった後、僕と C は3人の後をつけた。すると3人は10分ほど歩いたところにある駐車場に入っていった。しばらく待つと A が運転をする車が駐車場から出てきた。A は免許も持っていたのだ。その後すぐに引っ越しをした。引っ越しをするまでの間も家には物を取りに行くための1回しか帰らなかった。引っ越しの日、久々に家に戻ると誰かが侵入した痕跡があった。卒業まではほとんど大学に行く必要がなかったため、C以外に会うことはなかった。A と B と D とは連絡も取ることなく春になった。以上が体験した話です。この話は1年前の出来事です。1年後にわざわざ書いたことには理由があります。この1年間も C とは定期的に連絡を取り、数回飲んだりしていました。その C から昨日連絡があり、夜に会ったのですが、その席で思いもよらない話が出てきました。C が先日ふと思って、大家さんから聞いた B が住んでいた家の名義の名前を検索したところ、その方は1年前に死亡していたそうです。その死亡していた人が僕たちの知っている B という人物である可能性は非常に高いと思います。あの B と名乗る別人の顔が浮かび、頭から離れません。18年近く誰にも話したことのない話。現在はもうその土地を引っ越して私は住んでおりません。いつの頃からあるのかは知りません。私が小学校に通い始め、物心ついた頃にはその家はすでにありました。結構田舎で学校に通うのにあぜ道を毎日通っていました。
そのあぜ道の途中にある一軒の家の話です。その家は昔からあるというわけではなく、和風建築の割と新しい家でした。小学校1年から5年生までの間は何の噂もなく、私も気に留めておりませんでした。5年生の夏、田所くんが転校してきてから、その家が何なのかわかりました。その家の話を語る前に、一つ予備知識として、その家のお向かいの家について説明しないとなりません。便宜上、お向かいの家を家 A、問題の家を家 B として語ります。問題の家 B の建っている区画は、私が生まれる頃くらいからの、いわゆる新興住宅地と呼ばれるところでした。実際に家が建ち、川が整備され、畑もなくなっています。さて、家 A についてですが、非常に奇妙というか、異常というか、玄関の真ん前に祠が立っています。どれぐらい真ん前かというと、玄関を開けて1メートルの場所。道路、家の門、階段、祠、玄関という普通の一戸建ての家で、でかい屋敷というわけでもありません。なぜそんなことになっているのかというと、私が聞いた話では、家を建てたのはそこに土地を持っていた方で、昔から住んでいたと。もともとは田んぼで、とりわけ何かしら因縁話もなかったと聞いております。新しく県道が通るために、その土地を売って、自宅もまあ開発のために建て直したと、よくある話です。その際に、その場所にあった道祖神ですか、お地蔵様も、丁寧に祈祷して、場所も移しました。家 A は、何事もなく新築で建ち、その家の方も普通に住むようになりました。しばらくして、ある日を境に、家 A の中で赤ん坊の泣き声がするようになったそうです。家の人は最初、近所に赤ん坊のいる家族が引っ越してきた、と思っていたそうなんですが、昼夜関係なく一日中聞こえるようになって、これはおかしいと思い、ご近所に尋ねたみたいです。すると、ご近所の人全員、近くに赤ん坊のいる家族が引っ越してきた、と思っていたというのです。家 A の人と近所の人が、声の発生場所を探し当てたところ、家 A の地下から声がすると、大騒ぎになりました。いろいろお祓いとかやったそうですが、効き目がなく、偉い霊能者さんかお坊様が、お地蔵様が原因なので、元の場所に戻しなさい、と言ったそうです。そういった経緯で、家 A は、私たちの間では、かなり有名な場所でした。小学5年生の時に引っ越していた田所くんは、その家の向かい側の、家 B に住んでいた友人でした。田所くんは確か1ヶ月もしないうちに家 B から引っ越しました。まあその時は特に何事もなかったように時間は過ぎ、小学5年の冬に私は別の土地へ移りました。生まれ育った場所であり、幼馴染もいましたから、しばらくは連絡を取っていましたが、進学し、社会人になり、すっかり忘れていました。先日、
幼馴染が結婚をするということで、10年ぶりくらいに生まれ故郷に戻り再会しました。昔話に花を咲かせてワイワイしていましたが、私が、あの地蔵の家まだあるかなぁ、と言ったところから話は変わっていきました。ここからは友人のたけしの話です。地蔵の家よりさ、その向かいの家覚えてるか？田所くんが確か住んでたな、と私は答えました。田所くんたちすぐに引っ越したの覚えてるか？私が転校する寸前だったので、覚えてると答えました。なんで引っ越したか知ってるか？それは知らないな、と答えました。どうもその家 B には何かしらが出るというのです。10年ほどの間に10世帯以上が出たり入ったり、ぼやが3度あったりしたそうです。田所くん一家が引っ越したのもそのうちの一つだそうです。原因は全くわからないそうですが、たけし曰く、あの家に1ヶ月以上住んでいた家族はいないらしいです。田所くんたちは何番目に入居したかはわからないけど、家の中で老婆が徘徊していたり、庭に女の子がうろうろしていたり、屋根に男が立ってじっと外を見ている、など、田所くんのお母さんが精神的に参ってしまって、家を引っ越したそうです。その後も何度かお祓いをしたと聞いたけれど、全然収まっていないらしいです。高校の時、テレビ局かラジオ局かが、霊能力者を連れて撮影をやったらしいですが、霊能者が、その家の敷地に入るなり倒れてしまって大騒ぎになりそのままおじゃんになったこともあるとか。私は家 B って何なんだよと聞いたら、生まれた時から住んでる俺らもわからん、ただお墓の土を使ってるとか地下に死体が埋まってるとか噂はあるけどどれも本当かは怪しい、ただ、事実として人は定着しないし、俺も窓に何人も人が立っていて、こっちをじっと見て立ってのを見たこともある。あの家はなんかおかしい。あ、そうだ、家 B ってさ、なんて呼ばれてるか知ってるか？というたけしに私は、知るわけないだろうと答えました。するとたけしは続けました。あそこの家ってさ、なんでか知らないけど、敷地が三角形なんだよ。だから三角屋敷って今呼ばれてんだ。今も空き家だぞ。帰る時に見たらいいよ。そういう感じで別れ、私は帰路に着きました。もちろん気になったので、帰りに家 B の前を通り、覗いてみました。県道沿いのその家の前には土のうが積んであり、入り口が見えない状態になっていました。見た瞬間、あからさまにおかしい。それ以上は近づかないようにして、家に帰りました。その話を聞いて思い出したことがありました。10年以上経って、記憶がおかしくなっていたのかと思っていましたが、あの家 B の屋根の上に何人も人が立って、こっちを見ながらゲラゲラ大笑いしていたのを、集団下校していた友人たちと見て、泣きながら走って帰ったことがあったなぁと。実話というか、母から聞いた話。肉親の話だから
嘘じゃないとは思う。母の昔の記憶だから、多少曖昧なとこはあるかもしれないけど、母がまだ子供の頃、遊んで家に帰ってきたら、今の雰囲気がいつもと違う。その時、家には誰もいなくて、母一人。で、何が違うのか、よくよく考えたら、飾ってあった人形の位置が変わってたんだって。普段はサイドボードの中に入れて、飾っているはずが、なぜか床にうつ伏せの状態で落ちていたらしい。母の母である俺のおばあちゃんは几帳面な人だったから、人形を放り出してどっか出かけるなんてありえない。母はそう考えて、最初は泥棒が入ったんじゃないかと疑ったんだそうだ。だけど、部屋の中の他のものは全く動かした形跡もないし、何か気持ち悪いなぁと思いながら、母は元の場所に人形を戻しておいた。そうしているうち、ばあちゃんが家に帰ってきたので、母が聞いたらしい。人形床に落ちてたけど、動かした？みたいな感じで。そしたらばあちゃんは血相を変えて、本当か？と慌て出したらしい。慌て方が尋常じゃないので、母も怖くなって、ばあちゃんに何が起きてどうなったのか聞いたらしいんだけど、教えられないの一点張り。とりあえず、母の父、つまり俺のじいちゃんが仕事から帰るのを待ってたんだって。じいちゃんが仕事から帰ってきて、ばあちゃんが早速そのことを報告すると、じいちゃんがいきなりばあちゃんを張り倒して、だから捨てろと言ったんだ！と、もうぶち切れ。その日のうちに、車で1時間以上かかる距離の寺まで行く。と言って、じいちゃんとばあちゃんは出て行った。母は一人残されて、心細く思いながらも寝たんだそうだ。そしたら、夢の中にその人形が出てきて、今の中を飛び回っている夢を見たらしい。普段見慣れてる人形の姿じゃなく、もっと人間っぽい質感になってた。と母は言っていたが、昔の話だし、夢の中のことだから、俺にはわからない。朝になって母が起きてくると、じいちゃんばあちゃんが疲れ切った顔をして朝食を食っていた。昨日は一体何があってどうしたんだと母が聞いても、あんたは心配しなくても大丈夫、と取り合ってくれなかったそうで、母はもやもやしながら学校へ行った。で、学校から帰ってくると、ばあちゃんがその人形を丁寧に拭いている。特に足の裏を念入りに拭いていて、何をしているのか聞いてみたが、ばあちゃんは教えてくれない。ちらっと見えた人形の足の裏は、泥がついたみたいに真っ黒くなっていて、どうもばあちゃんがそれを拭いているように見えたらしく、さすがに母も気持ち悪くなり、ばあちゃんを問い詰めた。以下がばあちゃんが白状した内容。人形は昔からばあちゃんが大事にしていた。ばあちゃんが子供の頃からのものらしい。大事にしすぎて、じいちゃんと結婚するときも、
捨てるに捨てられず持ってきた。以前も人形の位置が変わったり汚れたりしたことがあり、寺に相談に行った。寺の住職の話によると、ばあちゃんが人形を大事にするあまり、人形自体に念のようなものが移り、霊的なものも入り込む受け皿になった、とのこと。その時は住職にお経を唱えてもらって静まった。住職からは、このまま家に置いておくと、また良くないものが入るから、寺に預けた方がいい、と言われたが、大事なものなので断った。昨日もその寺に人形を持って向かったはずが、寺に着いてみると、人形がどこにも見当たらず、仕方なく帰ってきたら、玄関先に人形が落ちていて、足の裏が真っ黒だった。箱に入れて持って行ったので、出るとき玄関先に落とすということはありえない。その話をしている間中、ばあちゃんは人形の足の裏を拭き続けていて、母は子供心に、ばあちゃんがよっぽどその人形を大事にしてるんだな、ということと、その人形にはまだ何かの霊が取り付いてるんだ、ってことを思って、どうしよう、どうしようと考えていたらしい。じいちゃんが仕事から帰ってきて、母はじいちゃんに相談した。じいちゃんも、前回人形がおかしくなった時、ひどい目に遭ったらしく、今回はどうしても人形を処分したかったらしい。で、ばあちゃんに言うと、渋られるだろうからってことで、ばあちゃんが寝てから、こっそり人形を寺に持っていくことにした。母も人形に対する怖さが先に立ってしまって、それに賛成したらしい。その夜、じいちゃんは人形を持って出かけて、そのまま帰ってこなかったらしい。人形はというと、次の日の朝、玄関先に落ちているのをばあちゃんが発見した。ばあちゃんはそれっきり人形を誰にも見せなくなったらしい。じいちゃんがいなくなったのもあったみたいだけど、ばあちゃんはそれ以来、どこかおかしくなってしまったみたいで、結局母は、おじの家で暮らすことが多くなったんだ。そんな暮らしをしている間に、母も大きくなって、結婚して、俺が生まれるちょっと前に、ばあちゃんは病気で入院した。母がばあちゃんの部屋を整理していると、押し入れから箱に大事に入れられたあの人形が出てきたらしい。それを見て母は愕然としたそうだ。人形の顔一面に何かを浴びたような黒いシミがあり、人形の至るところにお札が貼ってあったり、経文が書かれていたりの、それはすごい状態だったらしい。母は慌てて寺に行き、その頃は次の代になっていた住職に家まで来てもらい、お経をあげてから人形を寺に引き取ってもらったんだって。で、お経をあげ終わって、母がありがとうございますと言って住職を送ろうかって時に、病院から連絡が入って、ばあちゃんが大変だということになった。母が急いで病院に駆けつけると、ばあちゃんはもう虫の息だったらしく、
しばらくしてそのまま亡くなったそうだ。ばあちゃんのお骨は母の希望で寺でしっかり払ってもらった後の人形と一緒に埋められたらしい。人形とばあちゃんの因果関係とか、じいちゃんは結局どうなったのかとかはわからないんだけど、ついさっき母に聞いた話だ。母の解釈では、じいちゃんは寺に人形を預けに行く途中に何かがあって、多分もう生きていないだろうとのこと。当時、捜索願いも出したが、うさんくさい目撃情報しかなかったらしい。人形についていたシミは返り血じゃないか。ばあちゃんはそれを理解しておかしくなったんじゃないか、ということで落ち着いてた。じいちゃんもばあちゃんも病気で死んだとしか聞かされていなかったから、ショックだ。しかも俺、来週、ばあちゃんの墓参りに行くんだよ。ゴールデンウィークに孫たちが帰省しなかったことへの寂しさからか、祖母が電話口で興味深いことを言っていた。子供というのは何かに執着を見せるものだ。その対象は水、火、石だということだった。男の子に多いとも言っていた。それぞれに危険があり、その子が何に執着を見せるのか知るためにも、田舎がある者は子供を連れて田舎で生活する時間を持つべきだ、みたいなことを言っていた。とりあえず、一番危険なのが水に執着する子。そういう子は用もなく川などに出かける。理由はわからない。呼ばれるという言い方をすることもある。俺は渓流釣りや魚取りが好きで、よく川に出かけたが、はじめは祖父母に注意されていた。一人で行くなと。ただ、松の木やライターや、魚を焼いて食べるための塩などを持参していたり、よくよく話をすれば、俺の趣味は魚を取ることで、どちらかというと火が好きだということがわかり、水の心配はあまりなさそうだと安心したという。オカルトというよりも確率統計的で現実的な話なんだろうけど、川などが好きな子は、やっぱり溺れてしまうことも多く、水に執着を感じさせる子は、目を離さないようにしろ、とのことだった。ところで、渓流釣りなんかやる人には通じる感覚なのではないかと思うんだけど、川辺に立って釣り糸を流し、川面を見ていると、ぼーっとして、意識が飛んでる時がある。そういう時って、ふと我に返ると、足元で魚が腹を見せて背中をこすっていたり、驚くほど自分が自然に溶け込めていたりする。でもそういう時間が危ないっちゃ危ないのかな、と思う。火に執着するというのは一番わかりづらいのだそうだ。大抵は隠れてタバコを吸ってみるとか、そういうのとセットになっているためだ。本人自身も自分が火を見たいのか、タバコを吸ってみたいのか、自覚を持ちにくい。自分が火を好きなのだと気づくのは、
大抵一人の時で無意味な火遊びをするものだという。俺は完全にこのタイプで、小学生の頃、やたらにライターが欲しかった時期がある。ターボライターとか、オイルマッチとか、小遣いを貯めてはいろいろ買っていた。ライターが好きだと思っていたんだけど、火に魅せられていたんだな、と振り返って思う。これも現実的な話なんだけど、そういう子は家を燃やしてしまったりすると。でも、その子自身が火の元なので、案外身の危険にさらされたりはしないのだそうだ。一番先に逃げられるから。厄介なのは嘘つきになること。自分が原因の火事を起こし、逃げる時間があるものだから言い訳を考えたりする。俺は幸い火事を起こしたことはないけれど。石に執着する子。俺には全くその気がないからわからないんだけど、外へ遊びに出て石を拾って帰ってくる子。俺の友達にもいたけど、何が面白いのかよくわからなかった。これが一番オカルトな感じがするんだけど、祖母の言い方を借りれば、人や縁に関わる不幸を招くんだそうだ。しかもそれが、いつどういった不幸を招くのか、全くわからないから、手に負えないと。適当なことを言って注意すれば、拾って来なくなるだろうが、問題なのは、石の中には、一発大当たりなものがあることらしい。つまり、その石に興味を持ってしまった時点で、作用してしまうものがあるということ。そういう子は何か起きる前にお祓いだとか見てもらうとかしてもらえということだった。特に体験も物語もないけど、なんとなく身に覚えのある話。結構当てはまる人も多いんじゃないかな。中古の一軒家を買ったんだけど、一年ぐらい住んでて、間取り的に中が畳一畳分ぐらい狭いことに気がついた。とは言っても、壁を壊して確かめようとはならないわけ、住んでいるし。一年ぐらい普通に住んでて気づいただけだし、おかしなことが起きているわけでもない。ビルみたいに配管を通したりするスペースが広めに取ってあるのかな。でも壁を壊したら実は、みたいな展開がもしあったらやだね、などと家族で話していました。6月だったか、ジメジメした時期に、ちょうどそのスペースが隠れてるんじゃないかって場所あたりの、廊下に面した壁にひびが入ってきて、だんだん割れてきたんです。自分は気にしてなかったんだけど、嫁と娘が、そのひびから臭い匂いが出てくる、と毎日言い始めて、家の中でもだんだん変なことが起き始めました。娘が何もない廊下でいきなり転んで、足を何針も縫ったり、嫁が風呂上がりに貧血で突然倒れ、ホラー映画ばりの痙攣を起こしたり、夜中に変な人影が家に出るって娘が言い始めたあたりから、母子で集団パニックみたいになってしまい、もう大変でした。ひょっとしてガスでも出てるのかな？
と思って、ひびに鼻をつけて匂いを嗅いでも、別に何も匂わないし、仕事で家にあまりいない上、鈍感なのか、自分には何も起きない。一度だけ、居間で家族と例のひびの話をしているとき、ベランダのガラスを誰かがドン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 って結構激しく叩き始めて、でもベランダを見てもカーテン開けても誰もいないというのは体験しました。とうとう嫁がもう昼間は一人で家に入れないと実家に帰ってしまい、娘も全力で同調しました。嫁の実家の両親はそういう話を笑って聞いてくれるタイプなので、いろいろ相談して、距離も近く、娘も転校の必要がない嫁の実家に引っ越すことになってしまいました。引っ越し後は何も起きないので、やっぱり九段の家は処分して賃貸でも借りようか、という流れに落ち着きました。ある時、会社の同僚にその話をすると、興味津々で壁の中を確かめたいと言ってくれました。正直、いろいろとあったので、自分も一度確かめたかったから、同僚の勢いをもらって、売却前に壁を割って確かめることになりました。あれだけ戻りたがらなかった、嫁と娘も、なぜか当日は壁の中を確かめておきたいと言い出して、同僚含め4人で元我が家へ行きました。実際、生活用品を回収しに何度も家には戻っていたので、そこまで久しぶりでもありません。同僚はどこからか大きなハンマーと、バールを持ってきていたので、男二人で割れ目のあたりからバキバキと破壊していきました。中は確かに畳一畳分の板張りの部屋になっていて、カビのせいか床は真っ黒なタールでも塗ったみたいな色で、じめっとしてカビの匂いを放っていました。四人で、なんか部屋あるね。部屋?みたいな反応になって、娘が監禁部屋だ、などと謎の推理をしていたけど、結局何がわかるわけでもないので、変な後味だけ残し、後日引き渡しておしまいとなりました。ただ、壁を壊してからしばらくは、変なことが続いて、同僚がその年の秋ぐらいから、虫がいる、虫が見える、と手で払うような仕草を、仕事中や会議中にも頻繁にするようになって、今は治っていますが、大声を出したり、娘が一時、心霊を含めオカルト系にのめり込んだりと、いろいろありました。十数年前の話、私が6歳、兄が8歳の時だろうか。私たちはお盆休みを利用して、両親と4人で父の実家に遊びに行った。その日はとても晴れていて、気持ちがいい日だった。夜になっても雲一つなく、天の川がきれいに見えた最高の景色。花火をして遊んだ後、いとこのお兄ちゃんと姉ちゃん、兄と私の4人で夜の散歩をすることになった。こんな夜に外に出ることはあまりなかったため、探検気分で意気揚々だ。
いとこのお兄ちゃんと姉ちゃんはもう大きかったので、両親もにこやかに送り出してくれた。父の実家はとても田舎で、小高い丘の中腹にある。家の裏は竹林になっており、その竹林の向こうには小さな川が流れている。戦前はその川に沿って道があり、そこがこの辺りでは一番メインの道だったそうだ。しかし今はその道はなく、名残のように川に沿って家がポツポツと立っていた。父の実家も含めて川に沿って立っている家はどれも古い。少なくとも戦前から建っている家ばかり。父の実家は改装していたのでそうでもないが、他の家はどれも古くて、どことなく廃墟っぽい家すらあった。私たちは懐中電灯を手に、裏庭にある竹林を抜けて川沿いに出た。昔の道の名残だろうか、川の土手は平らで歩きやすくなっている。いとこの提案で土手を伝って上流へ向かうことにした。ポツポツ立っている古い家はどこも真っ暗で明かりすら灯っていない。そのことをいとこのお兄ちゃんに言うと、彼は少し逡巡した後教えてくれた。この川沿いはね、僕たちにとって肝試しコースなんよ。彼曰く、この川沿いに立っている家では、上流から順番に不可解なことが起こっているらしい。一番上流にある家は、30年ほど前に一家で心中した。二番目の家は、その十数年後に火事になって焼失した。家族五人のうち二人が亡くなった。三番目の家は、一人暮らしをしていた老人が孤独死した。発見されたのは二ヶ月も後のことだった。四番目の家は、金銭難で父親が自ら命を絶ち、その後、一家離散した。じゃあ、五番目の家は？私の兄が聞いた。いとこは小さくため息をついた後に答えた。五番目の家は、うちなんよ。ゾッとした。もし、いとこやおじたちに何かがあったら。沈黙が四人を包んだ。私は幼心にどう言っていいのかわからず、黙っていとこや兄たちについて行った。数分歩いて二番目の家の跡地に着いた。暗くてよく見えなかったが、そこはさら地になっていたようだった。ふと私は気がついた。ふわふわとした光の玉がぼんやりと浮かんでいることに。ぎょっとして目を凝らした。光の玉は2、3度縦揺れした後にふっと消えた。怖くなってもう帰ろうと言った。いとこたちや兄も、実は帰るタイミングを逃してここまで来ただけだった。私の提案にすぐさま賛成してくれて、四人で早足で家に帰った。お盆休みが終わって家に帰っても、私はその光の玉といとこの話が
忘れられなかった。もし父の実家に何かがあったらと思うと、ゾクゾクして眠れなくなる日もあった。しかし、時間が経つにつれてそれも風化した。父の実家には、小学生の時は毎年2回は遊びに行っていたが、徐々に数を減らしていった。兄は大学生になってから家を出た。その頃はもう二人ともそこにはしばらく行っていない状態だった。私が高校三年の夏、兄が家に帰ってきた。私と兄はとても仲がいい兄弟だったので、夕食後、二人して好きだった映画を流しながら話していた。映画が終わり、それでも喋り足りなくて、いろいろと話した。きっかけは何だったか忘れたが、ふと話題があの夏の日のことになった。あの話怖かったよね。まだいとこたちに何も起こってないからよかったけど。私がそう言うと、本当にな、未だにあの話は忘れられんわ、と兄がうなずいた。私はもう言ってもいいかなと思って、兄に言うことにした。光の玉の話だ。なぜか、そのことは誰にも言っちゃダメだと思い込み、今まで誰にも言わずにいたのだった。そういえばさ、私、あの日見ちゃったんだ。わざと茶化しながら、そう切り出す。火の玉、というより、光の玉みたいなやつ。しかも火事になったっていう、あの家のとこで見たんだよね。私の言葉を聞いて、兄はぎょっとした目で私を見た。俺も、え？俺も見た。変な光の玉、ふよふよ浮いてた。今度は私が驚く番だった。もしかしたら、気のせいだと思っていたあの光の玉を兄も見ていたのだ。ぞっとして暗黙の了解でその話題はそこで途切れた。その日私は眠れなかった。数ヶ月後兄が亡くなった。とある事故だった。ちょっと普通では考えられない特殊な事故だった。ニュースにもなった。次の年、父方の祖父が亡くなり、後を追うように祖母と叔父が亡くなった。三人とも同じ病気でだった。あまり聞いたことのない病名で、お医者さんも変な偶然に首をひねっていたそうだ。もともと母親がいないいとこの家は、いとこの兄弟だけになってしまった。おじの通夜の前の夜、おじの遺体が収まった棺桶の隣で、いとこのお兄ちゃんと姉ちゃん、三人で飲んだ。二人とも、この家を出るのだと言った。やっぱり、怖いから、信じてるわけじゃないんだけど。あまりお酒が強くない私は、酔いを覚まそうと二人に断って外に出た。ぼんやりと庭を散歩し、裏庭へ行く。さらさらと川が流れる音がする。あの頃、うっそうと茂っていた竹林は、すべて切られてなくなっていた。荒れ地となったその場所に、
時間の流れを感じながら、ふと振り返る。いとこの家の目の前に、あの頃見たのと同じような光の玉が、ふよふよと浮いていた。なんとなく思う。私は、もうしばらくしたら、この世を去るかもしれない。それも、兄と同じような事故で。そう考えると、怖くてたまりません。これは、私が大学時代の話だから、もう10年以上も前のことになる。当時私は実家から遠く離れた大学に通っていた。新幹線だと丸一日かかるので、実家に帰るときは飛行機だった。当然一人暮らしで、大学時代は寮だったのだが、寮にまつわる怪談や噂話に反して何事もなく実に平穏だった。ただとても古い建物だったので虫が多く、寝ている時天井からムカデが降ってきたなんてこともあり、別の意味で恐怖だった。大学卒業後、近くにある同系列の別の大学に編入したので、寮を出ることになり、近場に部屋を借りることになった。古い部屋で虫に悩まされるのはもうこりごりなので、不動産屋さんにお願いして、できるだけ新しい部屋を借りることにした。もちろん値段は相応に高くなったが、駅前、徒歩3分の場所に新築の物件を借りることができた。1階、2階とも4軒ずつ並んだ2階建ての公舗だ。ところで、私の母の家系はみんな怖がりの霊感ゼロなんだけど、父の家系は霊媒師や生きている人間と亡くなられている人間の区別がつかなくて、運転できない人や、とにかく異様に霊感が強い人が多かった。私の父もそうなんだけど、父のいとこの吉江おばさんは別格で、軽い予知や過去を見るような能力もある人だった。その人に引っ越した後電話で、あなた、良くない状態にある、って言われたんだけど、新築物件で建物に言われはないし、その物件が建つ前は長いこと駐輪場だったことも知っているので、場所が悪いということはないと思っていたけど、その新築物件は綺麗な見た目に反して非常に寒々しかった。部屋に入るとぞわっと鳥肌が立つこともあった。それからそこに住んでいた期間はたったの2年なんだけど、その期間に入院2回、救急車1回、骨折が2回に人体損傷1回と、その他にも病院には数えきれないほどお世話になった。なんとなく不幸が続くな、程度にしか思っていなかったんだけど、その頃から急激に体が冷えるようになった。もともと極度の冷え性ではあるが、そういうレベルの話ではなく、私が入るとこたつが冷えていくと言われたほどだった。そしてその部屋だが、夜中の3時頃になると、どさっと何か重いものを落とすような音が聞こえてくる。壁が薄いので、お隣さんがベッドから落ちてるんだろう、と考えていたんだけど、毎日同じ時間なので、不思議に思っていた。
ある日、友人が遊びに来て、私と一緒にロフトで寝ていたら、その日も案の定、ドサッという音が聞こえてきた。友人は飛び起きて、今の音何？と慌てていたが、気にしなくていいよ、いつものことだから。多分お隣さんが寝ぼけてベッドから落ちてるんだよ。と笑っていたら、いや、今の音、絶対部屋の中心でした。と言い張る。部屋の中心には、二人掛けのソファーとテーブルが置いてあるだけで、他には特に何も音がするものはない。でも友人の主張が気になったので、次の日はそのソファーとテーブルをどかし、部屋の中心に布団を敷いて寝てみることにした。友人には止められたが、私自身は特に怖いとは思わなかった。ちなみに、友人にも一緒に寝ないかと誘ったけど、断られた。次の日、布団に入って夜中の3時を待ったが、その日は何も落ちてくる音がしなかった。自分の上に落ちてくるのは何なのかと、多少楽しみにしていたので、がっかりして寝に入ると、しばらくして周囲に人の気配がして目を覚ました。目を開けても何も見えないが、自分の周囲を歩く音が聞こえてくる。そして、その周囲の気配が、一斉にこちらを覗き込むのが分かった。なんで分かったのかは知らないが、とにかく、あ、みんなが覗き込んでる、と思った。それらの視線には、敵意も悪意も興味も何の感情もなく、ただそこにあるものを見つめているだけというように感じられた。結局、それ以上は何もなく朝を迎えた。そこに寝たのはその一回きりだ。怖いとは不思議と全く思わなかったが、体が冷えて、寒くて仕方なかった。結局その後体を壊して実家に戻ることになり、その部屋を引き払うことになった。引っ越しまで2週間となった時、お隣さんが訪ねてきた。ちなみにお隣さんは202号室、私は203号室、お隣さんに、俺来週引っ越すんですよ、と言われて驚いた。え？私はその次の週に引っ越すんですよ、と言ったら、お隣さんは驚いて、え？ 201 の人は明日引っ越しですよ、と返してきた。はじめに言った通り、ここは新築物件で、つまり201から203号室の3軒とも2年も経過しないうちに引っ越すことになったわけだ。驚いて204号室の人を訪ねてみると、なんと来月引っ越しだという。1階の人にまで聞き回ることはしなかったが、全8軒の候補のうち、上半分の4軒は、たった2年で空き家になる。なんとなくゾッとして、それ以上を調べることもなく、そこを引き払った。実家に戻ったら、ひどい冷えが徐々に収まってきた。実家は東北なので、西日本にあったあの部屋よりも暖かいというのはおかしいけど、ともかく不調はなくなった。それからしばらくして、父のいとこの吉江おばさんが訪ねてきた。彼女は私を見るなりびっくりして、あんた、あっちで一体どこに住んでたの？と言った。
別に曰くがある土地ではないけど、こういうことがあったよ、と説明したら、ヨシエおばさんは、それ、井戸だね、と言った。物件を建てるより、駐輪場が作られるより、もっともっと前の話。いつの時代かわからないが、そこは井戸だったと。おそらく、井戸を埋め立てた時、ちゃんとした処置をしなかった井戸だろうと、おばさんは言った。おばさん曰く、井戸とは記憶を持つものらしい。その井戸の埋め立てられた時の記憶を追想してたんだね、と言われた。井戸の底に住んでたようなものだよ。だから体は冷えたし、埋め立てるために周囲を囲んだ人の足音や視線も感じるし、投げ入れられた土の音も聞いたんでしょう。そう言われて、すべて納得した。怖いというよりも、あれが井戸の記憶だとしたら、なんとなく悲しいと思ったのを覚えている。今、その部屋がどうなっているのかはわからない。今まで怖くて誰にも話せませんでしたが、ようやく踏ん切りがついたので話そうと思います。これは私の実体験です。小学5年生の冬のこと、私は当時生徒会の副会長を務めていました。しかし所詮は小学生の生徒会。言ってみれば、先生の雑用係のようなものです。その日は雨が降っていました。じゃんけんに負けた私は一人生徒会室で雑用をしていました。単調な作業にうんざりしながら気がつくと時刻は午後6時。生徒会担当の先生が入ってきて、もう遅いから今日はこの辺で帰るようにと言われました。雑用から解放されて、いざ帰ろうとすると、季節柄か、あたりはもう真っ暗です。おまけに、朝から雨が降っていて、寒いこと寒いこと。早く帰ろうと、足早に家路を目指しました。学校から家までは一直線で、およそ1キロほど。そのちょうど真ん中あたりには大きな公園があって、その敷地内に小さな神社もあります。神社には社務所もありますが、不思議と人の姿を見たことはありません。また公園も広いのに、なんだかうちの小学校の生徒は、この公園では遊びませんでした。特に因縁話とか奇妙な事件とかがあったわけではありません。でもなぜか遊ばないのです。帰りがけにその神社を見て、私はふと敷地内に足を踏み入れました。なぜかはよく覚えていません。ただ、なんとなく肝試しのようで少し興奮していました。神社は薄暗くて薄気味悪い雰囲気に包まれていました。私は神社をぐるっと一周して帰ろうと思い裏手に回りました。すると角を曲がってすぐそこに人が立っていたんです。黒っぽいコートを着て、傘もささずに、その人は立っていました。薄暗かったので、顔はよく見えませんでした。びっくりして立ち止まると、その男の足元に、小動物がお腹の中をぶちまけて横たわっていたんです。
状況がよく理解できず、ぼけっとしていると、その人が、話すな。って低い声で言ったんです。その声で男の人だと分かったんですが、瞬間怖くなって逃げ出しました。家に帰ってもまだ怖くて、母親に今の出来事を話そうと思ったんですが、話すことさえ恐ろしくて、結局誰にも言いませんでした。それからしばらくはとにかく怖くて、その神社には近寄りもしませんでした。少し時間が流れて、今度は高校一年生の夏の時の話です。当時、私はある部活に入っていましたが、その部活というのが、高校生の分際で年2回ほど盛大な飲み会をする部活でした。まあ私も気まじめとは程遠い人間でしたので、それに喜んで参加しました。一次会を終えて家に帰るもの、オールナイトで遊ぶものと別れることになりました。私はオールに参加したかったんですが、親が口うるさいので仕方なく家に帰ることにしました。電車に乗って地元の駅に着くと、自転車置き場まで歩きました。時刻は確か午後9時を回ったあたりでした。ふらふらしながら自分の自転車を見つけて帰ろうとすると、前方からスーツ姿のおじさんらしき人が千鳥足で歩いてきました。背中に誰かを背負っているようで、この人たちも酔っ払いなんだろうなと思いました。でも、よく見ると奇妙なんです。普通は人を連れて歩くとき、肩を貸すとかおんぶするとかですよね。なのにその人は何もせず、後ろの人がただ前の人の首にぶら下がっているだけのようでした。変だとは思いつつも、自分も酔っ払っていたので気にせず帰ろうと思い、その二人組の横を通り過ぎようとしたんです。そうしたらまたそこで、話すな。で、あの声が聞こえたんです。それまでずっと昔のことは忘れていたのに、その一言で全部思い出してしまいました。直感的にその声があの時の男の人の声だとわかりました。あとはもう怖くて怖くて仕方がなかったので、振り向きもせず、自転車を走らせて家に帰りました。次の日、昼ごろ目が覚めて、やや遅い朝食をとっていると、母親が私にこう告げました。あんたがいつも自転車を置いてる駐輪場があるでしょ？昨日の夜、そこで男の人が死んでたらしいわよ。あんたなんか見なかったの？私は何も見なかったと母親に告げると、部屋にこもって震えてしまいました。死んだ男が果たして昨日見た男だったのか知りたいとも思いませんでした。その後冷静になると、もしあの日自転車置き場で自分を目撃した人がいたら、警察が事情聴取に来るかもと思い、別の意味で怖かったのですが、幸いなことに警察は来ませんでした。男の死も事件性はないものとして扱われたのではないかと今では思っています。そして、
さらにもう一度、この謎の男に遭遇することがありました。大学3年生の秋頃、私の通っていた大学は非常に遠くて、片道3時間ほどかかっていました。普通なら大学の近くにアパートを借りたり下宿したりするんですが、家庭の事情というやつで、私は往復6時間を通っていました。その日は大学の近くに住んでいる友達の家に泊まる予定だったのですが、夜の9時近くなった頃、友達に父親から電話がかかってきました。どうもお母さんが突然倒れたとのこと。友達はすぐさま実家に帰ることとなり、私もまだ電車の時間があったので家に帰ることにしました。3時間ほど電車に揺られて、日付が変わろうという頃、地元の駅に到着。改札を出ると、そこに人だかりができているんです。好奇心に駆られて、その人だかりを覗くと、若い女の子が路上に倒れていて、その友達らしき別の女の子が大騒ぎをしているのが見えました。酔っ払って、急性アルコール中毒にでもなったんだろうと、興味をそがれてその場を後にしようとしたんですが、その時見てしまったんです。倒れている女の子を囲む野じ馬の中に、黒いコートを着た男の姿。はっきりと顔を見たのは初めてです。でも、その時なぜだかわかりませんが、その男が過去2回遭遇したあの不気味な男なのだと理解してしまいました。年齢はおそらく30後半から40ちょっと。目が異様に落ちくぼんでいて、頬は痩せこけていました。髪はボサボサでした。倒れている女の子を見ていたそいつは、薄笑いを浮かべているんです。もうとにかく気分が悪くなって、逃げるようにその場を後にしました。その時、やっぱり聞こえてきたんです。野じ馬のざわめきや車の走る音、大騒ぎしている女の子の声とかで、あたりはかなり騒々しかったはずなのに、過去2回聞いた声とそっくり変わらない口調で、話せ。すぐにその場を逃げ出しました。20歳を超えたのに、みっともなく布団にくるまって、ガタガタと震えていたのを覚えています。それから10年ほど経ちますが、今のところ、その男には遭遇していません。しかし、今でも気になることがあります。男は一体何だったのか、男の言った話すなとは何だったのか、喋るなという意味なのか、それとも掴んだものなどを話すなという意味なのか、そして三度目はなぜ話せだったのか、いくら理解しようとしても全然わかりません。家から歩いて30分ぐらいのところに、和洋折衷な作りの古い空き家がある。高校の登下校で気分転換がてら稀にそこを通るので、自分にとってはとても馴染みのある建物だ。それは自分が物心つく以前からある建物で、確かに
長くそこに居座っているということだけはわかっている。門に表札はなく、草も生え放題で、空きっぱなしのガレージには日用大工品やらガラクタやらがめちゃくちゃに押し込まれたまま放置されている。二階建てで窓ガラスはひびが入っており、こびりついた汚れのせいでガラスは曇って中はよく見えない。ずっとそこにあるので特に興味もなく、ただ風景の一部としてしか捉えていなかった空き家のはずだった。ある日、学校の帰りにその空き家のそばを通ったら、何かを叩くような音が聞こえてきた。どこかで工事でも始まるのかと思い、その時は気にもしなかった。一週間後、またそこの空き家のそばを通った時、また何かを叩くような音が聞こえてきた。工事があるのだとしたら、何かしらの準備がされているはずだが、周辺にはそんな様子もない。それからしばらくぶりに空き家のそばを通ってみると、連打しているような音が聞こえてきた。空き家から聞こえてくる。音によって意識を空き家へ向けられると、無性に中が気になって、その場を離れることができなくなってしまった。しかし、誰も住んでいないことが明らかだとはいえ、所有物であることには間違いない。勝手に入ってしまえば、不法侵入になってしまう。だが、この空き家の異変に誰も気づいていないとなると、それもちょっと心配だ。何か事件にでも関係していたりしたら大変なことだから、警察に報告しておいた方がいいだろうか。そんなことを考えていた矢先、偶然にも自転車に乗った若い警官が前方からやってきた。勇気を出して知らせてみることにした。事情を話すと警官は、なるほど、とうなずいて耳を澄ませるが、さっきまでの音は聞こえてこない。警官は、本部へ報告しておくので、もう遅いから帰った方がいい、と言ってくれたが、私のような若者が言ったことを信じて、本当に対応してくれるのかどうか、不安になってしまった。そんな自分の心情を察したのか、若い警官は、ちょっとだけ中を見てみると言ってくれた。門には錠前がかかっていたが、ガチャガチャといじっていると、簡単に外れて門が開いた。警官は、夕暮れの雑草が生い茂った庭先へ踏み入れ、足元を確認しながら、空き家のドアの方へと歩いていく。自分も興味から警官の後をゆっくりとついていく。警官がドアの取っ手をひねって開けようとするも開かない。鍵がかかっているようだ。他に入れるところはないかと家の周りを一周していると、さっき聞いた音がわずかに聞こえた。誰かいるのか？警官はスイッチが入ったように真剣な顔つきになった。そしてベランダを支えている柱をよじ登って
2階へと上がった警官が大きな窓ガラス風のドアを開けようとするが、なかなか開かない。そこも鍵が閉まっているのかと思いきや、ガタッと窓が傾いて開いた。警官は警戒しながら中へ入っていった。夕暮れ時にしてはまだ明るいが、空き家の中は暗そうだ。それから15分ぐらい経っただろうか。中に入っていった警官は戻ってこない。自分はたまらずに、おまわりさんと声を出したが、返答はない。そうしてしばらく待っていると、またあの何かを叩くような音が聞こえてきた。何かまずいことが起こったのではないか。自分は110番に電話して、このことを話した。今思えば、相手にされなくてもいいから、最初に110番へ連絡するべきだった。近くをパトロールしているパトカーに立ち寄ってもらうということで、電話を切ったら、間もなく2名の警官が来てくれたので、再度事情を話す。しかし、姿を消した若い警官と連絡を試みるも、返答がない。あたりが暗くなってきたので、逃亡犯などを追うときに使用するような、でっかいライトが空き家の中に運ばれて、捜索が行われることになる。中がどうなっているのか確認できない自分は、もどかしさを感じつつ、若い警官の身を案じた。しばらくすると、二人の警官が戻ってきたが、中には誰もいないということだった。自分は、狐につままれたような、妙な気分になった。まさか、他の出口から出て行ってしまったのか。だが結局、若い警官の姿は忽然と消えたまま、数日後には行方不明者となってしまった。再度、空き家での捜索が行われるも、中には誰もおらず、特に異常のない、普通の空き家だということだった。だが、若い警官が被っていた帽子だけが発見された。この空き家の元の持ち主であった男性も、今は行方不明になっているそうである。私が空き家と若い警官について知っていることは、これがすべてだ。捜索は4ヶ月にわたり、延べ300人の警官によって行われたが、彼は行方不明のままだ。神隠しというのが本当に存在し、自分の目の前で起こったとは未だに信じられない。何かを叩く音が聞こえたということは、動力のある何かが中にあったということなのだろうが、自分には手の打ちようがない。私はオムライスが食べられなくなりました。こんな奇妙な出来事があったからです。以前私はデパートの7階にあるオムライス専門店でバイトをしていました。基本は火曜木曜の夕方からと土曜日は通し、たまに日曜祝日も働いていました。ドリアやサンドイッチもあり、
あとデザート系が充実していましたが、メニューのほとんどがオムライスで、ソースもトマト、クリーム、ミート、カレーなどが選べるオムライスがメインの店でした。その店に毎週木曜日の夕方6時頃になると必ず来店するおじいさんがいました。綺麗な白髪で小ざっぱりした身なりの感じのいいおじいさんでした。いつも彼は隅っこの観葉植物のそばの席に座りました。一つ不思議なのは、おじいさんは毎回違うオムライスを注文するのですが、なぜか2種類のオムライスを1人前ずつ頼むのです。うちはハーフサイズもあり、2種類のミニオムライスがセットになっているものもあったので、それをおすすめしたのですが、毎回普通サイズを2種類注文し、帰る時にはお皿は2つとも綺麗に片付いていました。あの小柄なおじいさんが2人前？と厨房でも話題になっていたのですが、きっと一人暮らしで次の日用にタッパーにでも入れて持ち帰るんだろうという結論が出て、うちでも持ち帰り用を始めてもいいかもしれないですね、との提案まで出ていました。そしてある木曜日、午後6時を過ぎておじいさんが来店しました。その時私がオーダーを取りました。確かシーフードのクリームソースとベーコンとナスのトマトソースで、いつも通り一人前ずつ注文を受けました。私はいつ持ち帰るのか興味があって、ことあるごとにおじいさんを観察していました。おじいさんのオムライスは二つとも交互に端からきちんと食べられていました。どちらも半分ほどの量になっており、もしかして二つとも全部食べるのかな？と思って見ていたその瞬間、それまできちんとしていたおじいさんが突然、左側のオムライスを手で掴むと、そばの手提げカバンに放り込んだのです。え？思わず声が出ました。観葉植物で少し隠れていたけど、確かに見ました。おじいさんの手はクリームソースでベトベトでしたが、それを紙ナフキンで拭くと何事もなかったように水を飲んでいました。ちょうど店が混んでしまって仕事が忙しくなったのですが、私は気になってたまらず、各テーブルに水を注ぎに行くとき、おじいさんのところへも回りました。水を注ぎながらお皿を見ると、右側ももう何も残っていませんでした。こっちもカバンに入れたのかもと思い、つい身を乗り出しておじいさんのカバンを覗き込もうとしたその時、おじいさんと目が合いました。今までの印象を覆すような奇妙なくらい嫌な目つき。目が合っていたのは1、2秒ほどの時間だったと思いますが、私は硬直して身動きできませんでした。我に返ってそのまま他のテーブルを回らず厨房へ戻りました。もうおじいさんの方を見ることができず、焦りながら仕事をしていたのですが、気がつくとおじいさんは支払いを済ませて店を出ていくところでした。私はあまりの衝撃に動揺して、他の人にどう言っていいかわからず、誰にも話さないまま、その日の仕事を終えました。店は周りの飲食店と同じく10時閉店でした。
でもうちの店はアルコールのメニューがないのもあって、8時半を過ぎると急に暇になるので、9時になる頃には、遅番の子を一人だけになり、他のバイトの子は帰ります。木曜の遅番は私でした。掃除をして着替えるため、裏の小さい控え室に入り、いつものように縦長のロッカーの鍵を開けました。開けた途端、何かムワッとした匂いがしました。視線を落とし、私は思わず後ずさりました。ロッカーに取り付けられた靴を収納する鉄の網の仕切り。そこにべちゃっとオムライスが乗っていました。私は膝を折ってそれを凝視しました。半熟の卵やむきエビが私の靴の中にまで垂れていました。鍵をかけているのにありえない。腹が立つとか泣きたいとかの感情はなく、ただ不安で動揺してティッシュで拭き取って片付けるとすぐに私は帰りました。そして次の木曜日、私は6時になるまでビクビクしていましたが、おじいさんはその日店に現れませんでした。厨房やバイトのみんなは、体の具合悪くしたのかなぁ、と心配そうでしたが、私はほっとしていました。そして閉店後、着替えに行った私は恐る恐るロッカーを開けました。また生臭い匂いが立ち込めました。そして、靴の上の仕切りにオムライスが。しばらく呆然としてそれを見ていましたが、厨房へ行き、一人残っていた調理の人に、すいません、ちょっと来てほしいんですけど、と呼びかけました。どうしたの？ちょっと見てもらえますか？と、ロッカーへ連れて行き、扉を開けて、そして私は驚いて叫びました。嘘、ない。跡形もなくオムライスが消えていたのです。靴にも何もかかった形跡はなく、匂いもなくなっている。え、何が？と調理の人に言われて、私はとっさに、虫がいたと思ったんですけど、気のせいでした。ごめんなさい。と言いました。そう？じゃあ一応宝山団子置いとくけど。調理の人はいぶかしげに私を見ると厨房へ戻りました。帰り道、私は自分を納得させようとして必死で考えていました。確かにオムライスはあった。べちゃっと崩れた形、時間の経った卵の匂い。この前は拭き取っても靴がベタベタして、次の日になってもまだ匂いがしていた。でも今靴は何ともない。匂いも全然ない。考えれば考えるほどわからなくなった私は、バイトで仲の良かった子に、もう0時近かったのですが電話をしてすべてを話しました。その子はずっと相槌を打ちながら聞いていたのですが、私が話し終えるとそっけなく、意味わかんないんだけど、とつぶやきました。それは親身になってくれないとかの次元ではなく、あんたおかしいんじゃないの？と、思っている声でした。その後、シフトを木曜から金曜に変えてもらって、もうおかしなこともなくなったのですが、相談した仲が良かった子が、私のした話を、あの子やばいよ、というニュアンスで
他のバイトの子に話していました。それと同時に、あのおじいさんはもう店に来なくなり、おじいさんに好感を持っていたみんなは、なんとなく私を冷たい目で見るようになり、居づらくなってバイトを辞めてしまいました。今となっては、私が見たのは本当だったのか自信がありません。あの子の言う通り、自分でも意味がわかりません。でも、あのべちゃっとした感覚と匂いだけが記憶に焼き付いて離れないのです。